今日は三原市白町のホワイトヘアデザインに行ってきました。私の髪質はすごく猫毛で細くてうねるで、痛みもひどく、頭頂部のあたりもなんかこうピンピン毛羽立つみたいな感じで、すごく扱いにくい髪なんですけども、こう雨の日とかもすごい大変なことになり、なんとかしたいなと思いつつそのままずっと来てたという感じなんですけど、よくストレートパーマかけたらどうかというのを言われていて、なんですけど、こう髪とか頭皮への負担が大きそうとか、ペタッとなるイメージっていうか、すごいそういうイメージがあって避けてきていた。そうなる、なんかペタッとなるぐらいだったら、まあボンってなってるけどまあいっかみたいな感じだったんですけど、今回ホワイトヘアデザインさんの方からトリートメントストレートという新しいメニューがありますよっていうことをお聞きしていて、でそれを今日体験してきました。で結果はこのように、なんか今までこんな髪の毛になったことないなっていう感じの、まあ、ツヤも出ていてサラサラです。で今日もう痛みがひどいので毛先を切ろうと思っていたんですけど、結局切らずに帰りました。これ分かりにくいので後でビフォーアフター写真差し込みたいと思いますけども、まあほんとひどかったんですよ。で今日はトリートメントストレートをしてグレージュのカラーを入れてます。で色もまあ傷んで抜け出たのもあるし、カラーと、まあ、同時でしてもらったんですけども、すごくいい感じに仕上がって大満足になっています。でこれはストレートパーマかけたことないので差がそんなにわからないんですけど、すごく短時間で終わります。なんか染める前にやってもらったんですけど、話してるうちに終わっちゃったっていう感じで、本当に一瞬でした。なんか塗ってちょっと時間待つだけみたいな感じだったんですけども、明らかに終わった後もなんか髪の感じが違って、でカラーをしてっていう感じです。料金は6000円からとなっています。ロングはプラス1000円になります。ホワイトデザインさん、インスタグラムやフェイスブックもされていますので、よろしかったらぜひご覧になってみてください。インスタグラムで今日の私のビフォーアフターの写真も載っています。それから、ことや地域の体験をギフトすることやのサイトの方にもヘッドスパが掲載されています。このヘッドスパをギフトすることもことやで可能になっていますので、ぜひチェックしてみてください。それから最後にホワイトヘアデザインさんからとってもお得な情報があります。3月は新規のお客様は 30% オフ、リピーターのお客様には 20% オフで体験できるということでお聞きしていますので、詳しくはホワイトヘアデザインさんにお尋ねください。